こんばんは、ウェブレジの佐々木です。本日もウェブサに掲載する商品をご紹介させていただきます。これから紹介する商品が明日の23日夜の21時に掲載される商品となっております。で、最上帯金額等のお問い合わせは掲載後にウェブストアの方までお願いいたします。詳しくは下の概要欄ご参照ください。で、本日も T シャツからですね、最初にチャンピオンです。70年代バータグのラージ表記です。で、88ボディですね、霜降りのブルーのボディにですね、リンガーティの仕様ですね、ネイビー、そして完全に無地ですね。はい、結構珍しい一点なんじゃないかなと思います。ラージ表記ですね、自分が気持ちゆとりを持って着用できるサイズ感です。こちらでお値段が7800円と消費税です。はい、続きましてこちらですね、80年代トリコタグのエクストラージ表記です。で、 100% コットンのボディですね。で、ネイビーボディにロサンゼルスドジャースです。大谷が移籍したチームですね。今後ちょっと値段上がっていきそうな1枚なんじゃないかなと思います。状態はめちゃめちゃいいと思います。 XL 表記ですね、自分がゆとりを持って着用できます。こちらでお値段が7800円と消費税です。続いてこちらですね、アーテックスのボディです。サイズ表記はミディアムですね。50-50のボディです。で、ブラックボディにスヌーピーにウエストポイントです。はい、めちゃめちゃいいっていうんじゃないかなと。グッドレギュラーですね。で、着用感程度なコンディションです。で、サイズ表記ミディアムですが、実寸でラージくらいありますね。ゆとりを持って自分が着用できます。こちらで7800円と消費税です。続きましてこちらですね、タグがこちらとなってます。で、サイズ表記の方はミディアムですね。で、 100% コットンのフットボールティーですね。はい、ラバープリントで2段、ナンバリングが52番と入ります。はい、両袖にですね、52と入ります。で、バックもですね、はい、全体的に着用感見受けられますが、致命的なダメージだったり汚れ等はないかなと思います。で、自分が合わせて気持ちゆとりを持って着用できるようなサイズ感です。こちらで7800円と消費税です。続きまして、シャツ類ですね。最初にラルフローレンです。サイズ表記ラージですね。で、こちらですね、ブラックのシャモアクロス地ですね。はい、めちゃめちゃいいですね、これ。で、状態もかなり良好かなと思います。で、ラージ表記ですね、自分がガバッと着用できるサイズ感です。こちらでお値段が7800円と消費税です。続きましてこちらですね、ボディの方がフィルソンとなってます。で、サイズ表記はラージですね。はい。で、こちらはですね、しっかり USA 製の一点となってます。で、ブルーとブラックのチェックですね。はい、フィルソンらしい気持ちがっしりとしたような生地感となってます。はい、で、サイズ表記ラージですね。こちらも自分がガバッと着用できるサイズ感です。こちらでお値段が7800円と消費税です。続きましてラルフローレンですね。サイズ表記がラージです。で、こちら 100% レイヨンボディですね。で、ポニーなしの完全無地のブラックとなってます。解禁にボックスですね。はい、非常に人気どころな一点なんじゃないかなと思います。で、ラージ表記ですね、自分がですね、大きくゆとりを持って着用できるサイズ感となってます。こちらでお値段が 25,800 円と消費税です。続いてラルフローレンですね。はい、こちらポロ感となってます。で、サイズ表記の方はエクストララージとなってます。で、デニム地のボタンダウンシャツですね。ポケットはつかずに、はい、赤のスモールポニー入ります。で、全体的にですね、着用感は見受けられますが、ダメージだったり汚れとは見受けられないです。エクストラージ表記ですね、自分がガバッと着れるサイズ感です。こちらでお値段が7800円と消費税です。続きましてカーディガンですね。タグの方はこちらです。で、サイズ表記はエクストラージですね。で、こちらラムズウールとなっております。で、薄めのグレーのようなボディですね。で、フロントにですね、ちょっとこういった感じでサビ汚れは見受けられます。ただですね、虫食い等は見受けられないかなと。小穴等はないです。で、そこまで縮みの入ってない XL 表記ですね。自分がガバッと着れるサイズ感です。こちらでお値段が7800円と消費税です。続きましてスウェット類ですね。最初にチャンピオンです。で、サイズ表記の方がラージとなっております。で、白ボディですね。左胸に刺繍でスクリプト入ります。特にですね、シミ汚れとは見受けられないかなと思います。ラージ表記ですね。自分がゆとりを持って着用できるサイズ感です。こちらでお値段が9800円と消費税です。続いてリバースリーブですね。80年代トリコタグのエクストララージ表記です。
で、こちらはグレーボディにですね、赤の染み込みで2段入ります。ボストンユニバーシティです。で、こちらですね、襟元気持ちパンクしているような状態です。それ以外は問題ないかなと思います。で、トリコのエクストララージ表記ですね、自分がガバッと着れるサイズ感です。こちらでお値段が 15,800円と消費税です。続きまして、フルスナップのタイプですね。90年代刺繍タグの XL 表記です。で、こちらブラックの目なしですね。はい。ただちょっと状態なんですけど、フロントですね、こういった感じで、はい。ブリーチ飛びですかね、がちょっと見受けられるような状態となってます。バックは大丈夫そうですね。エクストラージ表記で自分がガバッと着れるサイズ感です。普段リバースで XL 着てるよって方にはいい感じのサイズ感だと思います。こちらでお値段が 19,800 円と消費税です。続きましてパーカーですね。90年代刺繍タグの XL 表記です。でネイビーボディに UCLA ですね。こちらは刺繍で入ります。はい。ボディの状態はかなりいい状態なんじゃないかなと思います。XL 表記ですね。自分がガバッと着れるサイズ感です。こちらでお値段が 15,800 円と消費税です。続いてこちらですね。80年代トリコタグのミディアム表記です。でこちら赤ボディに NYAC フットマンが入ります。人気どころかなと思います。で、ハトメはですね、70年代に限りなく近いようなディテールとなっております。はい。でこちらもですね、着用感程度なミントコンディションとなってます。ミディアム表記で自分がですね、気持ちピタッとなるようなサイズ感です。こちらでお値段が 29,800 円と消費税です。続きましてこちら、90年代刺繍タグのラージ表記ですね。はい、グレーボディに緑のラバープリントが2段入ります。気持ち上目に入るプリントですね。こちらも状態は問題なさそうです。で、ラージ表記ですね。自分が程よくゆとりを持って着用できるサイズ感となってます。こちらでお値段が 29,800 円と消費税です。続いてジャケット類ですね。最初にパタゴニアカラーですね。タグの方はこちらです。で、サイズ表記はラージとなっております。で、気持ちグレーがかったようなブルーボディですね。フリースの状態はかなり良好な状態だと思います。で、サイズ表記ラージで自分がガワッと着用できるサイズ感ですね。こちらでお値段が 9,800 円と消費税です。続きましてもパタゴニアです。こちらはラージ表記となっております。で紫のボディですね。左胸にこちら刺繍でパタゴニアとロゴ入りまして、こちらはハーフジップのプルオーバーの形となっております。で気持ちですね、フリース潰れてはおりますが、まだまだ全然着用できるコンディションかなと思います。サイズ表記ラージでこちらも自分がガバッと着用できるサイズ感です。こちらでお値段が 9,800 円と消費税です。続いてパタゴニアのシェルドシンチアですね。タグはこちらです。で、サイズ表記の方が12となっております。はい。で、フロントはですね、パリッとしたブルーで、裏地はティファニーブルーのような色味となっています。はい。シェルの状態もかなり良好なのかなと思います。で、こちらメンズで言うと S サイズぐらいですかね。はい。細身の男性だったり女性の方におすすめです。こちらでお値段が 9,800 円と消費税です。続いてパタゴニアのこちらレトロ X ですね。タグの方はこちらです。でサイズ表記の方が XL となっております。はい。で深めのネイビーのボディですね。に青の、はい、切り返しの配色となってますで。こちらもですね、フリースの状態はかなりいいんじゃないかなと思います。そこまで潰れも見受けられないですね。XL 表記で自分がガバッと着用できるサイズ感です。こちらでお値段が 29,800 円と消費税です。続いてこちらですね。はい。ちょっと年代は浅めの1点ですね。で、サイズ表記の方は XL となっております。で、こちらはダウンではなくてプリマロフトですかね。はい。中に入っているのはプリマロフトかなと思います。はい。なので非常に軽いですね。で、色味もちょっとマーズっぽいようなカラーで、はい。この辺はグッドレギュラーなんじゃないかなと思います。XL 表記で自分がガバッと着れるサイズ感です。こちらでお値段が 9,800 円と消費税です。続きましてノースフェイスですね。はい。タグの方はこちらでメンズのミディアム表記となっております。はい、でこちらも先ほどと同様ですね。プリマロフトっぽいような感じとなってます。はい。でブラックのボディですね。はい。で、ミディアム表記です。自分がこちらもですね、ゆったり着れるサイズ感となってます。こちらでお値段が 9,800 円と消費税です。
続きまして、ノースフェイスですね。タグの方がこちらです。で、サイズ表記の方がミディアムとなっております。で、こちら色味がカーキですかね。はい。ちょっとテック系のアイテムと合わせやすいような一点となっております。はい。フードもしっかりですね、残っている状態となってます。で、サイズ表記ミディアムですね。自分がゆとりを持って着用できるサイズ感です。こちらでお値段が9800円と消費税です。続きましてもノースフェイスですね。はい。タグがこちらです。で、サイズ表記の方はメンズのスモールとなっております。で、人気のイエローですね。イエローとブラックの配色です。で、こちらの方ですね。はい。よくあるデナリですね。デナリのフリースとドッキングできる仕様となっています。はい。お持ちの方とかはぜひおすすめかなと思います。確認も全然してない状態ですね。はい。で、サイズ表記スモールですが、全然自分が問題なく着用できるサイズ感となっています。こちらでお値段が15,800 円と消費税です。続きましてこちらですね。70年代セブンティのシアーズですね。サイズ表記の方がラージレギュラーとなっております。で、ベージュですね。ベージュのこちら裏地は中綿となってます。はい。でですね、状態もですね、問題なさそうですね。ダメージ等も見受けられないです。ラージ表記で自分がガバッと着れるサイズ感となってます。こちらでお値段が9800円と消費税です。続いてリーバイスですね。こちらは70506ですね。サイズ表記は40となっております。で、先染めのブラックですね。色味めちゃめちゃ残っている個体かなと思います。赤タブもしっかり残っている状態です。はい。ほぼほぼ着用感はそこまで見受けられないかなと思います。で、サイズ表記40で自分がですね、ジャストぐらいで着用できるサイズ感です。こちらで 25,800 円と消費税です。続きまして、リーバイスの70505ですね。サイズ表記44となってます。で、こちら赤タブビッグイとなってます。はい、全体的にですね、ちょっと雰囲気系な一点となってます、はい。で、袖の部分ですね、こういった感じで大きく叩かれたり、ディペアがあったりとありますね。はい。それ以外はそこまでかなと思います。ポツポツですね。ちょっとオイル染みのようなものは見受けられます。ただサイズ表記44ですね。実寸で42程度かなと思います。自分が気持ち方を落として着用できるようなサイズ感です。こちらでお値段が 39,800 円と消費税です。続きましてカバーオールですね。こちらはブルージャムとなってます。はい。で、ボタンの方もですね、こういった感じでブルージャムの刻印が入って、はい。ちょっと可愛らしい一点となってます。色味もですね、6割5分ぐらいは残ってるかなと思います。襟元もですね、ダメージは来ていない状態です。はい。で、こちらサイズ感結構大きめですね。実寸で44ぐらいのところでしょうか。自分がガバッと着ているサイズ感です。こちらでお値段が 59,800 円と消費税です。続きましてもカバーオールですね。はい。こちら50年代ヘラクレスとなっております。で、こちらブランケット付きのタイプですね。はい。で、こちらもですね、色7割ぐらいは残ってますかね。はい。色抜け等もなく、ダメージもそこまで見受けられないですね。ほんと細かいこういったダメージ程度です。で、こちらもですね、サイズ感実寸で42ぐらいありそうですね。自分がガバッと着れるサイズ感です。こちらでお値段が 49,800 円と消費税です。続きまして、こちらは101となっております。はい。タグの方は欠損している状態とはなってます。で、こちらですね、セカンドタイプとなってます。ただジッパーですね。こちらはジッパーです。ちょっとラングラーっぽいようなディテールもありつつのセカンドタイプですね。で、ブランケット付きとなっております。はい。で、こちらに関しましては、色味かなり濃い状態で残ってますね。はい。8割5分から9割ぐらいの感じで残ってます。ちょっと裏はですね、この辺夜景ですかね。はい。色抜けが気持ち見受けられます。で、こちらもですね、実寸で42ぐらいですかね。自分が気持ち方を落として着用できるようなサイズ感です。こちらでお値段が 79,800 円と消費税です。はい。続きまして、こちらはですね、完全にボタンフライの、いわゆるセカンドタイプとなっております。で、101ですね。はい。嬉しいポイントなんですけど、101のセカンドタイプだと、このバックルがつくっていうのが、めちゃめちゃいいとこなのかなと思います。こちらは色残り4割5分程度ですかね。はい。
ちょっとフロントにですね、こういった感じで汚れは見受けられます。で、リモートですね、こういった感じで叩かれているリペアはございます。はい。で、こちら実寸の方でですね、38ぐらいかなと思います。自分が T シャツの上からでちょっとビタッとなるようなサイズ感です。こちらでお値段が 98,000円と消費税です。続きまして、ミリタリーですね。最初にこちらですね、C1 の、はい、ベストとなっております。はい。でほぼほぼデッドに近いようなミントコンディションとなっております。この辺のですね、はい、ステンシルもがっつり残っている状態ですね。はい。ほんと着用感はほぼほぼ見受けられないかなと思います。でサイズ感で言うと、ミディアムからラージ程度ですかね。はい、自分が、はい、ちょっとゆとりを持って着れるぐらいなサイズ感です。こちらでお値段が 29,800円と消費税です。続きましてこちら A2 ですね。タグがこちらです。でサイズ表記の方がミディアムとなっております。でステンシル等はですね、特に入らないですね。完全無地な仕様となってます。はい、でところどころですね、こういった感じでちょっと着用感こそ見受けられますが、まだまだ着用していただける状態かなと思います。でサイズ表記ミディアムで自分が気持ちゆとりを持って着用できるようなサイズ感です。こちらでお値段が 12,800円と消費税です。続いて L2B ですね。黒タグしっかり残ってます。でこちらサイズ表記の方はミディアムとなっております。はい、でこちらはですね、ワッペンの方は剥がれておりまして、ところどころですね、こういった感じで汚れとは見受けられます。はい、エアフォースの刻印もうっすらと残っているような状態です。はい、で左袖もですね、こういった感じで、ちょっと汚れは見受けられます。はい、ダメージってダメージは見受けられないかなと思います。ミディアム表記ですね。ある程度縮みは入っているので自分がビタッとなるようなサイズ感です。こちらでお値段が 49,800円と消費税です。続きましても L2D ですね。はい。じゃあサイズ表記の方はミディアムとなっております。こちらに関してはですね、はい。こちらもちょっと汚れとは見受けられますが、この辺はがっつり残ってたりと、はい、雰囲気めちゃめちゃいい一点かなと思います。で、バックはこういった感じです。で、先ほどのものよりかは縮み入ってないかなと思います。自分が気持ちゆとりを持って着れるミディアムサイズといった感じです。こちらでお値段が 59,800円と消費税です。続いて B15D ですね。はい。タグの方こちらです。でサイズ表記の方は38となってます、はい。こちらに関しましては状態割りかしいい方かなと思います。ワッペンの方は剥がれてたりと、こちらですね、リブの方もですね、虫食い等は見受けられますが、ボディ自体の状態は良好かなと思います、はい。で。サイズ表記38ですね。こちらも自分がジャストぐらいで着れるサイズ感となってます。こちらでお値段が 59,800円と消費税です。続きまして、こちら N2A ですね、はい、で。サイズ表記の方がラージとなっております、はいで。こちらもですね、フロントにちょっとこういった感じですね、汚れだったり、ボタンが一つ欠損している状態ではありますが、こちらも比較的コンディションはいい状態なのかなと思います。裏地もですね、こういった感じで、フェードなんですかね、ここまでがっつりフェードしているのって逆にないんで、一点物としてかっこいいんじゃないかなと思います。で、ラージ表記ですね。自分が気持ちゆとりを持って着用できるサイズ感です。こちらでお値段が 59,800円と消費税です。続きまして、こちらは N65 ですね。はい。サイズ表記の方はミディアムとなっております。シェルの方もサイズ表記確認しましたが、ミディアムでした。でそしてこちらはデッドストックの状態となっております。はい。まあ、なのでコンディションは一切問題ないかなと思います。で、フルセットですね。はい。ミディアム表記で自分がですね、はい。ちょっとゆとりを持って着用できるようなサイズ感です。こちらでお値段が 59,800円と消費税です。はい。続きましてスニーカー類ですね。最初にこちらバンズのエラとなってます。はい。で、サイズ表記の方がこちら7となってます。ソールなんですけど、気持ち減ってる程度ですかね。まだ全然バンズの刻印も読み取れる程度です。はい。で、色味はネイビーですかね。まだまだ全然履ける状態かなと思います。こちらでお値段が 15,800円と消費税です。続きまして、こちらコンバースのオールスターですね。はい。で、サイズ表記の方がこちら9となってます。はい。で、こちらも全然ですね、そこまですり減り見受けられないですね。
で、色味がですね、水色となってます。はい、キャンバス地の状態自体も結構良さそうです。こちらでお値段が 15,800円と消費税です。続きましてもオールスターですね。こちらはサイズ表記の方が9となっております。で、こちらもですね、そこまですり減り見受けられないかなと思います。はい。で、ネイビーですね。こちらも状態いいと思います。こちらで 15,800円と消費税です。続きましてもオールスターのこちらはですね、ハイカットとなってます。はい。で、サイズ表記の方がこちらは10となってます。はい。こちらもそこまでですね、すり減りは見受けられないかなと思います。で、こちらは白のレザーですね。はい。めちゃめちゃいいですね。レザーの状態もですね、まだ柔らかい状態なんで、まだまだ履いていただけるかなと思います。こちらでお値段が 15,800円と消費税です。続きましてこちらですね。はい。内側ですね。GOKEY となってます。サイズ表記の方がですね、ちょっと特に見受けられないんですけど、だいたい10ぐらいですかね。10の DYZ といった感じのサイズ感となっています。はい、でこちらもですね、すり減りそこまで見受けられないです。レザーの雰囲気めちゃめちゃいいですね。こちらでお値段が 15,800円と消費税です。続きましてこちらはビーンブーツです。はい。で、こちらですね、サイズ表記の方がこちら8となってます。はい。しっかりメイドイン USA ですね。で、こちらは冬仕様ですかね。はい。この靴のところですね、内側にブランケットがついている仕様です。はい。スノボとか、もう今の時期めちゃめちゃ使い勝手良さそうです。こちらで9800円と消費税です。続きましてこちら、コーチバッグですね。で、ギャランティーの方もしっかりこちら確認が取れます。はい。で、ジッパーだったりがですね、こちらシルバーのものなので、普段のブラスのものよりかは一発年代は新しいものとなっております。ただですね、レザーもまだまだ柔らかくて、スレッドもですね、そこまで見受けられないと思います。自分が合わせてみてこういった感じのサイズ感となっています。こちらでお値段が9800円と消費税です。続きましてビーントートですね。はい。こちら80年代の2色タグとなっております。はい。サイズはラージですかね。で、こちらキャンパスと、薄めのブルーの配色ですかね。はい。色味めちゃめちゃ珍しいと思います。で、全体的にですね、こういったキャンパス地の汚れだったりですね、裏側、こういった感じで当たりは来ていますが、もうこの辺は雰囲気として見ていただけたらいいかなと思います。自分が合わせてみてこんぐらいなサイズ感です。こちらでお値段が 15,800円と消費税です。続きまして、デラックストートですね。はい。で、タグの方はこちら80年代の2色タグが使われております。で、こちらはネイビーとグリーンの配色ですね。はい。こちらもですね、キャンパスのあたりだったり、はい。こういった感じでちょっとちらほらダメージは見受けられますが、デラックストートです。めちゃめちゃいいと思います。こちらも先ほど同様ラージサイズかなと思います。こちらでお値段が 49,800円と消費税です。続いてこちらですね、US ネイビーのウォッチキャップとなっております。はい。ステンシル等はですね、入らない一点となってます。で、こちらですね、ネームパッチの方もしっかり残ってます。はい。年代で言うと40年代頃かなと思います。特にですね、虫食い等だったり小穴等は見受けられないかなと思います。はい。こちらでお値段が 29,800円と消費税です。続きましてですね、こちら、オーバーオールです。はい、ワンポケット30の一点となっています。で、ボタンの方がですね、こちら、機関車ボタンの一点です、はい。色味もですね、まだまだ濃いですね。9割ぐらいは残っているかなといった色味となってます。はい、でこちらですね、実寸の方で3629となっています、はい。普段ですね、3218とか、3227あたりで履いてる方とかだと、ジャストなサイズ感かなと思います。こちらでお値段が 69,800円と消費税です。はい、続きましてこちらはつなぎですね。はい、めちゃめちゃいいタグつきますね。ヘラクレスです。こちらは年代で言うと40年代頃ですかね。はい。で、しっかりですね、ベルトも残っている状態です。ただですね、裾付近ですね、こういった感じでちょっと汚れ等は見受けられますが、もうこの辺は雰囲気として捉えていただけたらなと思います。はい。袖の部分もですね、こういった感じでダメージは来ております。はい。
で、こちらサイズの方がですね、ウエストのサイズが40となってます。自分が合わせてみてこういったサイズ感ですね。自分だと気持ち大きめなサイズ感かなと思います。こちらでお値段が 79,800円と消費税です。続きましてパンツ類ですね。最初にチノパンですね。サイズの方が、はい。じゃあ3430の表記となっております。で、こちらコントラクトですね。70年代体型のものとなってます。なので、フロントはジッパーですね。スコービルのアルミジップの仕様となってます。はい、ただ、こちらはですね、ダメージだったり汚れとは見受けられないです。かなり綺麗な状態で残っているんじゃないかなと思います。で、こちら実寸で3219ですね。はい、サイズ感めちゃめちゃいいと思います。こちらでお値段が9800円と消費税です。続きまして、ベイカーパンツですね。はい。で、こちらですね、サイズ表記の方は見受けられないです。で、こちらウエスタンコスチュームの1点となっております。嬉しいポイントがですね、こちら13スターボタンが採用されております。はい、ボタンフライですね。すべて13スターのボタンとなってます。で、アジャスターの付くですね、初期の方のモデルとなってます。はい、すべて13スターです。で、着用感はですね、こういった感じでリペアがあったりと見受けられますが、はい、ウエスタンコスチュームです。何かしらの映画で採用されてた1点となってます。で、実寸で3130ですね。サイズバランスもかなりいいかなと思います。こちらで15,800円と消費税です。続きましてこちらですね、US ネイビーのヘリンボーンツイルのパンツとなっております。で、サイズ表記のですね、ステンシル等はちょっと見受けられない状態となってます。このヘリンボーンツイル独特のこの当たりの雰囲気めちゃめちゃかっこいいと思います。ただですね、この辺にちょっとブリーチ飛びは見受けられる状態となってます。はい、この特徴的なポケットのディテールもめちゃめちゃかっこいいと思います。でこちら実寸の方で2930ですね、はい。気持ちですね、股上長い仕様なので、普段30インチとかの方でも全然入るサイズ感かなと思います。こちらでお値段が 25,800 円と消費税です。続きまして M65 ですね。はい。こちらサイズの方がミディアムレギュラーとなっております。で、こちらフロントのジッパーはですね、はい、ブラスの仕様となってます。はい。で、こちらもですね、全体的に着用感は見受けられますが、致命的なダメージだったり汚れは見受けられないです。で、こちら実寸の方で3429となってます。こちらもサイズ感めちゃめちゃいいですね。こちらでお値段が 19,800円と消費税です。続いてリーバイスですね。はい。じゃあパッチ表記の方が、すいません。はい。3232となってます。はい。めちゃめちゃいいサイズ感です。で、50、ドットが501ですね。で、こちら赤タブもしっかり残っていて、後染めの一点ですね。ただ、色味めちゃめちゃ濃いっすね。9割ぐらいは残っている色味となっております。で、こちら実寸の方で3131ですね。はい。サイズ感もめちゃめちゃいいです。こちらで 17,800円と消費税です。はい。続きまして、こちらリーバイスの501ですね。はい。で、パッチ表記の方ですね。こちら3638となっております。エクスターロングの個体ですね。で、こちら赤タブスモール E で黒缶抜きですね。で、ポケット裏はチェーンステッチです。で、ボタン裏の方がですね、こちら 524-3桁です。501の赤耳となっております。はい。で、フロントいい感じにですね、ヒゲがうっすらと出始めているような色落ちです。レングス自体はですね、しっかりオリジナルのチェーンステッチです。当然耳がつく仕様ですね。で、こちら実寸の方が3435となってます。はい。足の長い男性、ぜひおすすめです。こちらでお値段が 39,800円と消費税です。続きまして、こちらもリーバイスの501ですね。で、パッチの方ですね。こちらデカめのスタンプの方となっております。はい。表記の方がですね、ちょっとレングスの29というのは読み取れます。で、こちらはですね、赤タブビッグEのものとなってます。501のビッグEですね。で、こちらボタン裏の方は8番となってます。はい。で、色味まだまだ濃く残ってますね。7割5分から8割程度は残ってるんじゃないかなと思います。で、レングスもしっかりオリジナルのチェーンステッチとなってます。
で、こちら実寸の方で日給27となってます。はい。細めの男性だったり女性の方にめちゃめちゃおすすめな一本です。こちらでお値段が9万8000円と消費税です。はい。続きましてですね、こちらもリーバイスの501となってます。で、パッチ表記の方が3833ですね。こちら型部スモール E ですね。で、こちらはチェーンステッチとなっております。で、ボタン裏の方ですね。こちらは6番ですね。501-66後期となります。はい。こちらもですね、うっすらとヒゲが出始めているような色落ちの雰囲気です。で、レングスの方ですね。こちらはしっかりチェーンのオリジナルレングスとなってます。ただ一箇所ですね、こちら左の腰部分のベルトループがですね、ちょっと取れかけているような状態です。この辺簡易的なリペアで治る程度かなと思います。で、こちら実寸がいいですね。実寸で3630です。需要高いサイズ感だと思います。こちらでお値段が49,800円と消費税です。続いてですね、こちらリーバイスの501ですね。パッチはちょっと取れかけているような状態となってます。で、こちら赤タブの方ですね。はい、ちょっと読み取りづらいですが、ビッグイかなと思います。はい。ポケット裏の方がこちらシングルですね。で、ボタン裏がですね、こちらは2番となってまして、耳裏ですね。はい。こちらシングルとなってますので、ビッグイで間違いないかなと思います。はい。で、レングス自体もですね、取れかけてはいますが、オリジナルのチェーンステッチとなってます。はい。で、こちらもいい感じに色味落ちてますね。うっすらとヒゲが出てて、しっかり濃淡のコントラストも取れて、セルビッチのあたりも綺麗に出てます、はい。で、バックの方ですね。こういった感じです。ちょっとまたしたいですね。こういった感じでリペアはございます。で、実寸の方ですね。3229となっています、はい。こちらも実寸めちゃめちゃいいと思います。こちらの501ビッグイで15万8000円と消費税です。続きましてもリーバイスの501ですね。はい。で、パッチ表記の方です。ちょっとレングスの30は読み取れます。そしてこちら501の上の部分に A ですね。はい。501ビッグイの A タイプとなっております。はい。ただですね、こちら赤タブの方は欠損している状態となっております。はい。アーケードはオレンジの方ですね。オレンジの方で、ウエストはですね、こちらチェーンステッチとなってますので、A タイプの中でも後期型に当たる一点となってます。で、こちらボタン裏は4番ですね。はい。で、こちらはですね、いい感じに縦落ちが綺麗に出てますね。で、レングスの方もですね、オリジナルのチェーンステッチとなってます。はい。で、こちら実寸の方で3327ですね。はい。オリジナルレングスで27っていうのなかなかないので、ちょっと夏場とかアンクル丈で履きたい時とかに使えそうな一本かなと思います。こちらでお値段が12万8000円と消費税です。はい、続きましてもリーバイスの501ですね。で、パッチの方こちらです。表記の方が3832となっております。で、ビッグイのタブしっかり残っている状態です。こちらに関しましては色味結構濃く残ってますね。8割5分程度は残っているかなと思います。で、やりすぎてない感じのこの気持ち程度のペンキ飛びもめちゃめちゃ雰囲気いいんじゃないかなと思います。レングスもですね、しっかりオリジナルのチェーンステッチとなってます。で、実寸の方で3529ですね。こちらもサイズバランスめちゃめちゃいいと思います。こちらのビッグイでお値段が19万8000円と消費税です。はい。続きましてもリーバイスの501ですね。で、こちらに関してはですね、隠しリベットの付くダブル X となっております。で、リベット裏ですね、こちらはアルミとなってます。はい。で、パッチですね。こちら紙パッチとなってオフセットですね。はい。タブの方は欠損している状態ですね。こちらはギャラなしの年代で間違いないかなと思います。はい。で、こちらはもういい感じにもう雰囲気として仕上がってますね。このいい感じな雑なリペアだったり。このポケットの入り口もですね、こういった感じでちょっとパンクしているような状態です。ただですね、レングス自体はオリジナルのレングスとなっております。はい。で、こちら実寸の方で3329ですね。こちらもサイズバランスめちゃめちゃいいですね。雰囲気系の WX でお探しの方ぜひおすすめです。こちらでお値段が19万8000円と消費税です。
本日の商品紹介は以上となります。ブレベージングループではスタッフの募集を行っております。インスタグラムでのダイレクトメッセージまたはお電話でのお問い合わせお待ちしております。よろしくお願いいたします。